内藤ジョアン内藤忠都氏は、戦国時代から江戸時代前期の武将。ジョアンは、キリスト教への受詮名ジョアンの音訳名で、意味名はダヒロ、タ小西日高みとも称す。熱心なキリシタンとして知られ、また茶人としても名高い。丹波国の在地領主として始まり、小西幸長に仕えた後浪人し、最後は、キリシタン追放令により、 マニラへ追放された。天文19年頃、三好氏中心である松永久秀の弟、松永長頼の息子として生まれる。三好氏は三好長兄の代に機内で工場を誇り、丹波国攻略にも従事しているが、この戦で父、長頼は頭角を表し、八木城を本拠として、口丹波の統治を任された。さらに長頼は人心掌悪のために、 丹波四五代、内藤国貞の娘を正室に迎え、天文二十二年に国貞が内地にすると、子、地勝を内藤氏の家督とし、自身は、よもぎくも宗胸勝と名乗り、貞勝の後献を務めた。この後、貞勝が内藤家当主として、備前神の関東を名乗っていたが、永六五年には長寄りが内藤備え前、守る胸勝と名乗り当主の座についていた。 しかし、丹波国では、在地勢力である赤石氏が勢力を広げ、一時は、三好氏に従っていた旗野氏も、独立の姿勢を見せていた。A67 年、ルイス・フロイスによりキリスト教に入信したという。A68 年、父、長頼りが赤井直政と交戦中に討ち死にした。この時、内藤家の家督継承について、ジョアン派とサダカツ派との間で内紛が起こり、最終的に、 国貞のことされる貞勝が家督を継いで、ジョアンは失勢の立場となったとも言われたが、長寄りの後継者として、当時の文書で確認できるのは、備前守貞定である。しかし、機内では、親しい三好氏は、急速に衰退しており、逆に、丹波国では国人である赤石、旗野氏の構成にあって、天田軍などの内藤氏の領土は散色されていった。さらに機内では当時、 室町幕府十五代将軍、足利義明と織田信長が対立していたが、ジョアンは丹橋五代内藤家として義明を支持し、天正元年三月の二条五所の戦いでは、二0の兵を率いて入場した。この敗戦後、翌年には八木城にいることが確認できるが、天正九年には、貧乏国共に幕府を移した足利義明のもとにいる。一方、天正三年、 小田氏の家臣、明智光秀の攻撃、あるいは退場を勧告などによって、八木城は落城したものと考えられる。八木城に立つ内藤ジョア安の記念碑天正13年頃に、小西幸長に仕えるようになった。幸長はジョア安を徴用して重心に取り立て、小西政を名乗ることを許した。ちなみに、小西氏は、ジョア安の外祖祖父、内藤忠司生の弟、 内藤久清に始まる家系にあたるため、この優遇は、同族一門としての諸遇の可能性もある。朝鮮の役の際の民との和議交渉では、死者となり、北京へ赴いており、この際の名、朝鮮の記録ではジョアンを、小西比として表記している。ところが、慶長5年9月、関ヶ原の戦いで、主君、行長は、西軍の主力として戦って敗れ、斬首された。 ジョアンは、同じキリシタンである比前の大名、有馬マ・信の手引きで、平戸へ逃れ、その後、加藤清正の確証となった。慶長8年頃、前田家に確証として四千国で迎えられる。前田氏の居城、金沢城には同じくキリシタンである、高山郡がおり、共に熱心に布教活動や、教会の建設に取り組んだ。しかし、慶長18年、 徳川家康からキリシタン追放令が出されると、慶長19年9月24日、ジョアンは高山右近や妹のジュリアと共に、ルソンのマニラへ追放された。到着先のマニラでは、総督以下住民の祝報と共に迎えられるなど、手厚い歓迎を受けた。マニラでは、イントラムロス近くに、日本人キリシタン長サンミゲルを築いた。歓迎3年、ジョアンは死去した。 マニラの姓、ビーンセントで、ポール・パルシュ協会に終焉の地の記念碑が建てられている。ジョアンが縁となり、ヤギ城のあった船郡旧、ヤギ町とマニラは、姉妹都市となっている。ヤギ町合併後の南端市も、姉妹都市提携を継続している。ありがとうございます。